おかえり。引き渡しお疲れ様。あれ、思い切りふてくされてるね。ドン・カミッロと何かあった？私の武器にああだこうだと難癖をつけ突き返してきました。前から思っていましたが、何様のつもりですか、あの男は。おかげでよりグレードの高いものを回してもらわなくてはならなくなりました。どうして私がこんなこと。あなた、明日の予定は？まさかとは思うけど、俺に本国との交渉をやれって？カミンロは武器じゃなくて新参者の武器商の手腕を試してるんだ。お前がやんなきゃ意味ないだろ。そんなことは分かっています。ちょっと聞いてみただけなのに。もういい。お土産の桃まんじゅうはあなたにはあげませんから。な、ぶつかってしまってごめんなさい。大丈夫ですか？どこか怪我は？ぶつかられたこちらが心配してあげたのに、この私に白昼堂々喧嘩を吹っかけてくるなんて。はあ、ショックです。私のことなど知らないと言いたげですね。もっと顔を売らないと、またあのマフィアに嫌味を言われる。案外この騒ぎはおあつらえ向きかもしれません。私の名ですか？もう二度と会うことはないのに、今さら教える必要なんてないでしょう。次に生まれてくるときは、往来で他人に迷惑をかけることのない紳士になれるといいですね。では永遠にさようなら。邪魔者が片付いて風通しが良くなりましたね。これで私たちも本格的に町に根を下ろすことができる。この町はいい。幅を利かせているファミリーのボスは切れ者で御しにくいけれど、愚鈍なトップよりはずっと商売になる。あなたと二人、こううるさい長老たちの目の届かない場所を求めて転々としてきましたが、ようやく理想郷にたどり着けた気がします。は？本国への連絡なんて明日で十分です。記念すべき夜につまらないことを言わないでください。夜通しおしゃべりしてもとやかく言う者はここにはいない。さあ、あなたもこちらに祝宴を始めましょう。